コレクションの一つである結婚式用の乗り物上海市歴史博物館は中国の上海の歴史をテーマにした博物館。この博物館のコレクションは1843年の開港から共産党政権が実権を握った1949年までの約100年間の上海の歴史を焦点を当て、主にその都市発展の歴史と政治、経済、文化、姿勢、 社会生活などの分野にまたがっている。現在は自身の施設を持っておらず、コレクションのほとんどは倉庫にある。しかし一部は、歩道、陸各地橋の東正明玉、電子塔の真下にある展示室で公開されており、他のコレクションも上海市内の専門博物館に貸し出されることがある。また時折、上海図書館などの他の施設で特別展を開くこともある。 上海市文化局は1952年に上海市市博物館、1954年に上海歴史予建設博物館として博物館の設立を計画したが、上海の他の博物館と展示内容が重複するという理由で一旦撤回された。その後1983年に上海歴史文物陳列館としてこの博物館は設立された。 1984年5月27日に公共路の上海農業展覧館第5館を使って一般公開が始まった。1991年に総経営両園内の工場を改築してそこへ移転し現在の名称となった。1999年に土地再開発のため施設は閉鎖されたがコレクションの臨時展示はその後も各地で行われた。 2001年5月以降は、東正明玉電子塔の真下に、上海上市歴史発展陳列館と称して、展示スペースを確保し、コレクションから選ばれた品々を一般公開している。東正明玉電子塔の展示は、花亭削減、白びさし風防、海復略影、重里洋状、海上急想の五部に分かれている。共同疎開の境界を示す標識コレクションの、 総数は3万点を超える。それらのうち1万8千点は、市の近現代史に関するもので、疎開の行政府から譲渡されたものも含まれる。主なコレクションには次のようなものがある。上海市歴史博物館は、今のところ自身の施設を持っていない。新しい施設の建設を望む声が長年にわたり、繰り返し上がっているが、商業的な配慮と予算上の制約から実現に、 至っていない。市政府は施設の再建を再三約束してきたが、具体的な計画は今も発表されていない。最近では、市の2011年度の5カ年計画で5年以内に施設を再建すると改めて表明された。ありがとうございます。